飲むだけで痩せると話題のアイドル水について皆様から多くのご質問をいただいておりますのでお答えしていきますね。今回のご質問はこちらです。作ったアイドル水、どんな容器に保存すればいいんですか？というご質問に対してお答えしていきます。で、またこのアイドル水の作り方ご存じない方はこちら詳細欄にリンクを貼っておりますのでチェックしてみてくださいね。では早速本題に入ってまいりましょう。いきなり注意なんですけれども、金属製の容器には入れないでくださいなんです。で、この金属製の容器、具体的にどんなものかと言いますと、ステンレス製の水筒、あのようなものなんですね。で、なぜかというと、このアイドル水にはレモンを使いますよね。で、レモンを入れることで、その酸性の食品、酸性の飲料になっているわけです。で、そういった酸性飲料を金属製容器に入れてこう接触した時にですね、その金属がアイドル水にこう溶け出してしまう可能性が非常に高くなってしまうからなんです。短時間であればそこまで溶け出すことはないと言われているんですね。微量です。ただ、例えば作ったアイドル水をこう一気に飲むことってないと思うんですね。やっぱり数時間持ち歩かれたりとかされると思うんですよ。で、その時にやはりそういったストレス性の金属製の容器だと溶け出してしまったことによって中毒症状が出ると言われてるんですね。どういう症状かというと、頭痛が出たりですとか、めまいが出たり、また吐き気が出てしまったりという、ちょっと危険なね状態になる方もいらっしゃるんですよね。で、こういった魔法瓶ですね、ステンレスの容器を購入された時にこう注意書きにね、おそらくこういったことがちゃんと書いてあるとは思うんですけれども、なかなか見れなかったりとか、見落としてる方もいらっしゃると思いますから、ちょっとここで補足させてくださいね。あなたの健康にとても大切なお話ですから聞いてください。そのアイドル水も酸性飲料なんです。ただ他にも酸性飲料ってあるんですね。例えば、先ほどお伝えしたレモンが入ったりオレンジだったり、そういった柑橘類が入った果物の飲料水、また実はスポーツドリンクにも入ってます。スポーツドリンク酸性飲料なんですね。ですから、例えば部活生のお子様とかに、そういったこうステンレスボトルの水筒にそのスポーツ飲料と氷を入れてこう持たせるとかいうのもちょっと危険だと思うんですね。やはり気をつけられた方がいいと思います。短時間であれば微量ですからいいんですけれども、1日かけるというのはちょっとね危険ですから気をつけてあげてくださいね。そしてあとは果汁飲料ですよね。ここと被りますけれども、あとは炭酸飲料であったり、乳酸菌飲料もこれ全部酸性飲料に含まれる部類になりますから、くれぐれも金属製の容器っていうのは、保冷や保存効く便利なんですけれども、気をつけてくださいねということ。じゃあ一体そのせっかく作ったアイドル水、どんな容器に入れたら安全でその効果を損なわずに飲めるんですかということをお伝えしていきます。それはおすすめ容器、ガラス製ですよね。薄いガラス製はね良くないと思うので、よくこう耐熱のようなちょっと分厚いガラスのボトル、ドリンクボトルですねでもいいと思いますし、またそういったのがちょっとこう割れる可能性も高いですが怖いなっていう方は、殺菌消毒した清潔なそのプラスチック容器のマイボトルってよくありますよね。可愛いのたくさんありますよね、お店に。ああいったのでしっかり入れて持ち歩かれてもいいと思います。で、またご自宅にこうずっと保存する場合であれば、先ほどのこうガラス瓶のドリンクボトルありますよね、容器、そういったのでしっかりと冷蔵保存されるとより安心ですよということになります。さあ、いかがだったでしょうか。いただいておりましたご質問に対しての動画でした。で、またこういう場合はどうしたらいいのかなというご質問がございましたら、どんどんコメントを直接くださいね。楽しみにお待ちしております。で、また私とこう直接1対1のやり取りご必要な方は、こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、皆様そちらをご登録されて直接私と1対1でご質問を受けておりますので、遠慮なくご相談ください。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのように様々なダイエット法、健康法、
腸活法をお伝えしております。そのことで女性の方が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。私とても励みになっておりますし嬉しいです。さあ、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。